ロックマン2は少し自信がある秋みろです。はい、パート4やっていきます。もう冒頭で少し自信あるとか言ってるの言えなくなってきましたよまあ一応シリーズとして同じセリフ言おうかなと思って続けてますけど今回やっていくのはエアーマンの武器が食らうっていうか有効なフラッシュマンやっていきます。てててんてるてててるてててるねー。正直クラッシュマンの武器が誰に効くのかは分かんないんで、ここまでですね、僕がそのちょっと自信あるって言えるところはこっから先はもうほぼ未知の領域です。だからだいぶ昔にこれ友達に借りてやってたんですけどね、今このソフト自体はある程度成長した時になんかあげるよとか言われてもらったやつなんで、もらったはいいけど全然やってなかったっていうソフトなんですよだからちょっと動くか心配だったんですけどね、こうやって無事動いてくれててよかったです。ほい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 。でもなんかクラッシュマンの目こんな感じだったっけっていうので今全然ピンときてないですね。メタルマン、ウッドマン、エアーマンのところはあー懐かしいと思いで見てたんですけど、クラッシュマンの目これ見てもあれこんなだったっけって感じです、さっきからおかいく、あー乗れない。こいつら無限に湧いてくるんですね。まあでも確かにこのなんか乗り物に乗って上に上がってくっていうのは若干覚えてるな。それがクラッシュマンの面だったかどうかは覚えてないだけで。あーまたか。ほいほい、来るなら来い、全部撃破して、あーラッシュジェットが欲しい遠いよ遠いよ、お早く降りてきて、よし来た、オッケー、ほいほいほい、もうジャンプしたくないけどする。さあさらに、あー間違えたボタン、まあ、でも OK、 さらに複雑です、落ちたくねー。ほい、回復がうまそうに見えるけど降りたくない、うわー回復がうまそう降りたい、でもダメだ、アイテムに釣られてもう一回とか絶対嫌だ、一発で突破してみせる、ここだ、よし、ここが中間点かな、ほい、アウト。あれ今ので終わりか、もう一体ぐらいいるかと思ったんですけど、てて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 、さあ工事現場のおっちゃんのヘルメット近く行かないと開かないパターンか、ほい、あーそうなるよね、お約束見事にやってしまった、結構むずいな、弾打ってから近づく感じかな、ほい、ちょ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 、まあオッケーオッケー、結果的に進めました。どっちだ、右左、右だ、人間は無意識に左を選ぶというから僕はあえて右を行く、わーこれ無理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 、どうやってかわせっちゅうね、さあ右には何があるか、無理でしょー、かわせねえから、さらに右、くっ、いけない、降りれない、右に、私は一番右を行く、無理、もう食らいながら行くしかない。さあここまでしたんだ、あー回復があったのか、進む道という意味では間違ってなかったけど、これが騎士と出るか京と出るか、回復、あーイカール、でもこれ降りたらまた下から登んなきゃいけないパターンなんでやめます。いや絶対やっぱラッシュあるでしょ、ラッシュだけだって戻れないもん位置的に、うおー見えてきた、よしボスボス、ただもう HP ないんでここはバスターで行きましょう、エネルギー節約、さあクラッシュマン勝負だ、クラッシュマン結構強いんですよね、おお出たー一発ー、あの飛び跳ねてるところにエアーマンの武器を当てると、エアーマン行くぞ、来い、勝負だ、
だーほいめっちゃ減ったな。ほいほいいい感じに避けるな。でも当たった当たればこんなもんですよ。はい、今回クラッシュマン倒すまで5分20秒でした。いや、エネルギー節約が有効だったな。さっき無理に使ってたら危なかったかもしれません。クラッシュボムを装備します。やりました。さあ、メタルマン、ウッドマン、エアーマン、クラッシュマンを倒したパスワードはこちらになります。とりあえず今回コンティニューはしなかったので、ちょっと自信ありますっていうのがちゃんと実現できたと思います。ということで、この一回死にはしましたけどコンティニューはしてないプレイよくやったなと思えたら、高評価チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。動画の配信予定はチャンネルの概要欄とツイッターの固定ツイートに記載しております。よければこちらも参考にしてみてください。ツイッターの URL は動画の説明欄にも記載してあります。それではまた別の動画でお会いしましょう。